入試で差がつく電池の起電力の謎。電池だけで電圧を測る。電流を流してあるで、流している電池に電流を測る。起電力が違うの知ってますか。その理由は何。 そうそれが実は入手って結構差がつく大事なポイントになってくる応用になるほどその基礎の部分をおさらいしていこうまず電池だけで両端の電圧を測るそうすると黒に対する赤の電圧はマイナスに対してプラスの方が電圧が高いので 1. プラスの1 6 3トだよって出るそして次今度は電池に回路をつないで豆電気を光らせた 電流がぐるぐる流れてる。さっきは電池だから電流は流れてないよね。そうすると電流が流れてる状態だと電圧があら下がっちゃった。はい。 豆電球を並列にどんどんつなげばつなぐほど電池の電圧は下がるあれ先生豆電球を並列にどんどんつないでも豆電球にかかる電圧は変わらないって中学の時に習いましたそれは1個2個ぐらいだったらいいんだけど4個5個6個って増やすと変わっちゃうんだよね先生なんでですか実は電池の中に抵抗があると考えると説明できるこういうのを内部抵抗と言いますみんなで言いましょうはいそうこの ちっちゃな抵抗スモール r のことをこれを内部抵抗って言います。はい。なんでかっていうと、電池。 もう化、あのー、学で習った人はねボルタ電池とか習ったと思う水溶液の中を電流が流れるそうすると導線みたいにスイスイ自由電子がー動くわけじゃないよねイオンが水の中をブブ,ブブブブって頑張って進んでいくから水にぶつかったりして多少の抵抗があるんだよねそう電池の中にも抵抗があるそして電流がこう流れるんだよね、はい、プラスからこう流れていて でここで電圧効果するわけそしてビーってきてここの抵抗でまた電圧降下するんだよはいここで電圧がグッと下がる OK ってことは俺たちはこの両端の電圧を測ったんだよでこの両端の電圧っていうのはもともとははいここのね 1> 1. ボルトだったよ。でもここの RY の部分で、はい、0 0 5ト電圧効果が起こったから結局電池の両端の電圧は、えー、1 5 8トだよみたいなふうにしてなるわけ。ね。はいこんなふうにして電池のマイナスとプラスの間の電圧のことを起電力 V って言います。OK。 はい、そしてその起電力 V っていうのは電池のもともあの電力 V0 に、はい、内部抵抗で電圧降下した分だから、まあ、今 1.58V だよみたいなふうにしてなるこれが0.05とするとね OK、はい、こんなふうにしてなりますじゃあこれグラフに書いてねって縦軸が起電力です起電力縦軸が起電力、はい、横軸が流れる電流はい そうすると何も電流流れてない時は1 6 3ト出たよってあここゼロねはいそして、えー、時間がた、えー、電流がどんどん流れていくほどこれグラフ見ていくよこれが縦軸だよね i が横軸でこれが切片になってマイナス r が傾きになるねわかるかな A AX イイコールマナススプラス B みたいな形だね今、はい、これが B でここが傾きみたいなこんなグラフと一緒だね。はいということでこれ傾きがマイナス R つまり電流がたくさん流れれば流れるほど電池の起電力は下がっていって、まあ、電池の性能性能っていうかねは,い、はこう電圧は下がっていくということでした。はい まとめ入試問題では電池の内部抵抗を無視できることが問題文に書かれています。はい、で、まあ、書かれていない場合は普通ね電圧は一定だと考えてくださいその場合に回路に電をつないでも電内部抵抗による電圧効果がないので電池の電圧は一定と考えてください。 はい、えただしそうじゃなくてうんってな,んかなったりしたらです、ね、これ内部抵抗がある電池なんじゃないかと考えていたりもするわけです。ういうのはまあ実際問題やりながら詳しくはまた、ねえー、後々の動画でやっていきましょう。以上です